大久保忠則は、江戸時代後期の大名。相模国小田原藩の第9代藩主。小田原藩大久保家11代13代。下には14位下、加賀守。徳川斉昭の甥で、徳川慶喜の従弟にあたる。天保12年12月2日、讃岐国高松藩主、松平頼広の逸男として誕生。安政6年、小田原藩8代藩主。大久保忠直の死去により、その養子として家督を継ぐ。文久3年11月、総社番に任じられる。元治元年の14代将軍、徳川家茂の上洛にも従った。慶応3年9月から慶応4年までは、甲府城代を務めた。慶応4年からの戊辰戦争では、官軍に恭順して、箱根の関所を明け渡したが、5月に、林忠敬や伊庭八郎ら旧幕府軍の攻撃により、官軍側が一時的に不利になると、旧幕府方に協力した。しかし、江戸に在府していた藩士、中垣西宮の説得を受けて、自ら本願寺に謹慎して、再び官軍に恭順した。戦後に裏切ったことを問題視され、明治元年9月、蟄居の上、家督を養子の忠良に譲ることを余儀なくされた。後に罪を許され、明治8年7月、忠良から家督を返上されて、再び当主となった。明治17年の家族令で子爵となる。明治30年8月10日に死去した。享年57。ありがとうございます。